いざ行かん野望のために。最後って言うならとことん楽しんでやるぜ。先輩、真面目先輩。おお、まつりちゃんじゃないか。何してるの？今日は早めに練習を切り上げて愛車のメンテナンスを。おっ、ああ、君塚くん。あ、ねえ、練習計画させて。お、あれは塚ちゃん、今日もモテモテだな。しかし、あの芸能人も裸足で逃げ出すようなイケメンぶり、同じ男なのに不公平にも程があるぜ。お、先輩、おはようございます。おお、あ、つかちゃんバレバレリーナ。なんだこりゃ。いくらつかちゃんが女顔の超美形とはいえ、俺はそっちの趣味はないぞ。本当に俺がつかちゃんとやるのか。そんなバカなことがあるはずが。え、あれはさらし、バレバレリーナ、つかちゃんバレバレ。まさかつかちゃんが女の子だったなんて。あ、そんなにエッチで可愛いのに。子供の頃から男の子として育てられたから。いや、つかちゃんの普段とのあのギャップたまんねえな。あ、また新しいアプリ。あ、なんだ、京子からメールか。京子のやつ最近売れてるみたいだな。あ、またメールが。で、今度はアプリか。おお、いきなり女子トイレドアだって。悪いが、今はそれどころじゃないんだよ。さすがにちょっと疲れたな。ここで一休みしていくとするか。へえ、お茶おみくじか。いらっしゃい、まじめちゃん。今日も美咲さんのおっぱいを堪能しに来ました。ところで、このお茶おみくじってどんなメニューですか？このおみくじの入ったおまんじゅうのことよ。当たりが出たら好きな飲み物を一杯サービスしちゃうの。それじゃあ一つ。ダメよ、おまんじゅうはこっち。あ、間違えました。それじゃあいただきます。あ、今日、ちなみに今日は激辛わさび味よ。この人が意外と腹黒いことを忘れてたぜ。美咲さん、本気にしないで。やれやれ、腹黒いんだか抜けてるんだか。おっと、オナニーレーダーに感あり。この反応は生徒会長か。呼びましたか、ニコザキ会長。え、京子ちゃん、どうしてここに？そんなことより、ニコザキ会長がこんなに私のことを守ってくれてたなんて嬉しいわ。その後、アプリの力で順調に俺の野望は実を結び、そして幸せだな、俺はついに夢を叶えたんだ。